700ですね。ボンジョルノ。ああ、はじめまして。日本から来たローマ人です。グラドデ、ベンベヌード。セネポストジュースペルエッセルベスティドコシェ。本当ですか。プレゴ、ビアニ、ビアニ。果たして古代ローマの格好にふさわしい場所とは。アツコ、元気にしてますか。またお茶漬け送っといたから。忙しくてもちゃんと食べなきゃダメよ。わかってる。マルミヤ、家族のお茶漬け。日焼け止め体操。はい、腕全体にさらっと。さらっと。体育の前には足にも伸ばしましょう。伸ばしましょう。とっておきの香りで彼に接近。香る日焼け止め、シーブリーズから。よくできました。イエイ。神話の魔物が 3D で暴れ出す。早すぎる。強すぎる。怖すぎる。でかすぎる。怖い。タイタンの逆襲。かんちゃん、このパウダー滑りがいい。うん、季節の変わり目とかかさつく朝でもスーッとなじむ。ダメな朝でも助かるよね。化粧のりで差がつくマイナス5歳肌パウダープリマビスタ。 CM でやたらちょうどいいちょうどいいと言ってるこのフリードハイブリッド、エコカー補助金と免税合わせてこの金額、ま、買うなら確かに今がちょうどいいちょうどいい。昆布ポン酢スーパーマイルドと豚肉で豚しゃぶでしょ。それがまさかの生姜焼き、炒めて絡めて生姜を入れてスーパーマイルドの生姜焼き、試してみてね。体に優しい味がする山座昆布ポン酢スーパーマイルド。君の格好にふさわしい場所だと言われ、いい気分になってついてみる。どうやらレストランのようだが、壁には何やらたくさんの穴が開いている。Questo è un mausoleo costruito da Augusto Imperatore 2000 anni fa. この穴は何ですか？ Erano praticamente loculi dove mettevano le urne cinerarie 2000 anni fa. この建物全部なってましたね。そう。じゃあ俺たちはお墓の中にいるという。そういうことです。そういう。Preparato seguendo un ricettario, un libro, una guida vera e propria, scritto più di 2000 anni fa da un romano che si chiamava Columella. アッピア街道に面して立つアンピカローマは、古代ローマ時代の遺跡を改装したイタリアンレストラン。オーナーシェフのパオロ・マニャニーニさんは13年前から古代ローマ料理を研究し再現した。グルメで慣らしたローマ人の料理が味わえると、世界中から好き者の食通が訪れる人気店だ。3人は古代ローマ料理のフルコースを注文した。まず運ばれてきたのは前菜の盛り合わせだ。2000年前の料理って言ってたんですね。うん、そうです、ね。材料大丈夫ですか？古くない。これ、うん、一番珍しい。になります、はい。ジェンナーロが手に取った前菜は、細かく刻んだオリーブにコリアンダーやミントなど数種類のハーブを加え、パンに塗ったオリーブのキャビア風。果たして古代ローマの味は？どうですか、古代ローマ料理は。難しい。難しい。難しい。美味しいなんですけど、やっぱり食べたことないような味してますね。難しい。1000年前は。漢方みたいな味でしょ。そしてメインディッシュは、魚醤のソースとオリーブオイル、さらに酢と胡椒で味付けした鶏肉の煮込み料理。うん、どう？美味しい美味しい。絶対に現代の人の口にも合いますよこれ。合います？絶対に。ちょっと戸惑ってますけど美味しい。美味しい。最後に運ばれてきたのはデザートのプリン。Questo si chiama tiro patina ed è come vedete una specie di gran carne preparato con latte, uova, miele e sopra ci va il pepe. Coso kakejau no? Questo per qualche oscura ragione è più potente del Viagra. Siamo ai cedri di fondo.
よりキックと言ってました。こんな感じ、なんか合いますね。辛くはなりません。軽くその香りがついてるんですけど、辛く、あー後から来ました。古代ローマにも胡椒はあったが非常に高価で、一握りの胡椒で最高の奴隷10人が雇えと言われたことだった。お墓の中でこんな美味しい料理食べれるとは思わなかったんです。本当だよね。そうですね。じゃあぼちぼち行きますか。歩数検証再開。701、702、703。食欲に負けて